図書知見の講師の松本と申します。リアリティチャンネル、今回もゲストの方にお越しいただきました。弁護士 .com キャリアで、司法試験の合格者の方や受験生の方の就職転職の支援をされている岩井さんです。岩井さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回はですね、私のですね、司法書士事務所への就職、その経験をですね、お話ししようかなと思います。で、なぜかというと、まあ、私実はもう10年ぐらい前ですかね。そうですね。はい。岩井さんにお願いして、はい、司法書士事務所に就職したと。ありがとうございます。あったんですよ。はい。あれ確か2010年の頃だったんですけども。はい。覚えてます。覚えてます。天才が来たなと。いえ天才ではない。思いました。2010年の10月に、はい、あれですね。筆記試験の出て発表があって、はい。口述試験受けて、その最終合格発表の前ですかね。はい、そうですね。にですね、もう岩井さんのとこ行ったんですよね。早い時期にご相談に来ていただきました。多分その当時ってそんなに早く事務所就職始める人っていないですよね。はい、あ、いなかったですね。ですよね。早い方でも合格発表があったと。はい。はい、でしたね。ですよね。11月の後でしたけど、はい、私なぜかもう早く就職しないとと。まあ、その時無職だったので、はい、早く就職しないとということで、最初まあどうしようかもあったんですけど、はい、まあ自分で事務所を探すとこもありますし、あと予備校が主催している、はい、事務所説明会とかもありますよね。そ、は、う、い、だったんですけど、なんかイメージとして、このエージェント会社ですか、うん、が、まあ一応プロの方なので、はい、プロの方に自分の希望とかお伝えして、はい、面接の設定とかも全部してほしいなってことで、はい、まあお願いしたという機会になります。はい、そういった形で、まあいろいろと事務所の探し方ってありますよね。はい、そうですね。だいぶまあエージェントを利用される方が近年だと増えたのかなとは思います。あ、確かにそうなんですね。はい。昔はそこまでこの業界で根付いてなかったってところですね。そうです。じゃあ私が、これ就職した時は2010年ですか、その時はちょうどエージェントが出始めてきたとかぐらいですか、はい、そうですね。まあただ出始めましたけれども、正直そこまで数が今よりも多くなくてですね。あ、そうだったんですね。本当にもう数え、片手で数えられる程度の数しかいなかったですね。そうそうですね。私もネットで探したんですけど、はい、3つ4つぐらいしかなかったですね。そうですね。はい。で、その中で、あ、そうですね。他の実はエージェント会社さんも行ったんですけど、まあ、2社ぐらい行きまして、うん、まあ、岩井さんが一番信用できそうだな、ということで。ありがとうございます。お願いさせていただいて。はい。あれそうですね。電車で1時間半くらいかけて。ありがとうございます。行きまして。で、あの時、そうですね。まずその事務所の前にそもそも、この試験のこととかも結構聞きましたね。はい。なんか、口述試験って落ちるんですかとか、そういう話も聞いたと思う。そうですね。はい。まあ、それだけ情報が今よりも少なかった時代でしたよね。そうですね。口述試験って自分落ちたらどうしようとか、すごい不安に思ってたっていう感じですか。はいはい、そういったことをお聞きして、で、話す中で、私は確か、登記をやっぱりまず中心にやりたいってお話ししたんで、登記系の事務所で、で、あと横浜に住んでて、まあ今も住んでるんですけど、はい、なので、できれば横浜の事務所でっていう形で探してもらいました。そうです。はい。で、そして横浜の、まあ某事務所の方に、はい。面接設定してもらって、はい、で、確か一緒に面接行ったんですよね。そうですね。原則も一緒に伺って、フォローさせていただくようにしてるので。あ、じゃあ、私以外も基本的には、岩井さんも一緒に面接行かれて、はい。で、面接の場にも同席されますよね。そうですね。まあ、中ではちょっと守秘義務の関係で、同席はちょっと控えてほしいという事務所様もありますけど、はい。基本的には同席させていただきます。まあ、ご紹介するみたいな感じでお互いを。そうですね。はい。で、私の場合は、事務所の面接が1回だけでしたけど、はい、事務所によっては2回とか、3回まではないかもしれないですけど、はい、2回ぐらいあるところもありますか？そうですね。2回が、多くてもまあ2回かなと思います。ただ2回目は形式上といいますか、はい、まあオファー面談というか、はい、まあ覚悟を試すというか、はい、はい、そういった面談になるので、まあ実質はもうほぼ1回と思っていただいて構わないかなと。はい、で、1回でその普通は事務所の所長さんと話するとですか？はい、そうですね。はい。私もそうでしたね。事務所の所長さんと、あと途中から確かナンバー2の方がいらっしゃったんですよね。はい、あ、そうですね。はい。結構共同経営者に近い方がいて、はい、将来その人がその事務所を継ぐって話だったんで、はい、その人がこの松本を採用していいかっていうのも、はい、結構大事だったみたいですね。そうですね。はい。そういうパターンもありますか？ありますね。はい。ね、まあ、ただ、求職者の立場に立つと、いろんな方にお会いできる方がいいのかなと思うので、はい、最近我々ですね、はい、まあ、所長だけではなく、他の方にも会わせてくださいとか、はい、あとはまあ事務所の中見せてもらえませんかと、そういったお願いもよくしてます。あ、そうなんですね。はい、で、それで、他の方とかもちょっと喋ってみるところですか？そうですね。あ、そういうのもできるんですか？はい。まあ、そういえば私も確か、面接したのが、その事務所ではなくて、ちょっと違う会だったんですね。はい、あ、そうですね。はい。その違う会で面接して、で、その後確か帰る前に、事務所見ていくとか言われて、はい、そうです。で、入っ
って、はい、で、8人ぐらいの事務所だったんで、一応皆さんに、はい、ご挨拶していただいて、はい、で、まあ、それで分かることは、まあ、知れてると教えてますけど、はい、一応どんな方なのかっていうのは、雰囲気分かりますもんね。そうですね。やっぱりお互いに、うん、まあ、不安を少しでも払拭できれば、はい、いいかなと思うので、はい、ご挨拶一つするだけでも随分違うかなと思うんですね。ああ、そうですよね。はい、確かに。元気よく挨拶して、ちゃんと返してくれるかとかでも、はい、まあ、ある程度分かりますもんね、雰囲気が。そうですね。このボソボソと喋られると逆に大丈夫かなと、はい、不安になっちゃうこともあると思うので。ちょっと暗い事務所なんじゃないかなって思っちゃったりもしますもんね。そうですね。はい。はい、私は確かその時感じ良かったような感じがしました、ね。そうですね。はい。で、それと私の場合は、事務所は一つだけでもう決めてしまったんですけど、はい、まあ、複数面接するって方も多いんですよね、はい。そうですね。今、複数受ける方が一般的かなと。まあ、多い方ですと4つ、5つ受けるかと思いますけど、まあ、大体平均2、3件事務所を回って、はい、まあ、複数内定いただいたらその中で決めると。ちなみに内定いただいたら、どれぐらいの期間で返事しないといけないとか、あると思うんですけど、はいはい。そうですね。事務所さんによって変わるんですけれども、はい、まあ、早い方がいいかなと思うんですね。結局こう1週間2週間ずるずる伸ばすと、はい、もう来る気ないんじゃないかなと思われてしまうので、はいはい、なるべく返事は早い方がいいですね。ただまあ受けてる方も他の事務所も受けてるんで、はい、まあ、ちょっとそこと比べたいとかあると思うんですよね、はい、なので、まあ、面接終わるぐらいまで一応待ってくれるってことですね。そうですね。なのでまあこれは一つ、まあ、就職活動へのアドバイスにもなってしまうんですけれども、はい、応募するとなった場合ですね、バラバラに出さないで、もう同じ日にですね、同じタイミングで出せばですね、はい、書類の結果が出るの大体同じぐらいのタイミングなので、はい。はい、まあ同時に出すことはよくお勧めしてますね。なるほど。じゃあ一気にもう書類出してしまって、はい、で、面接もできる限り同じ日か、はい、まあ、少なくとも一週間ぐらいにまとめてしてしまって、はい。で、早めに、まあ、どの事務所に行くか、で、どこに断れるかっていうのを返事した方が、はい、まあ、お互いのためになるってことですね。そうですね。なので、まあ、本命の事務所さんの面接が来週にあるけれども、はい、今日受けた事務所が、今日内定出てしまったと。はい、で、返事は1週間以内にしてほしいと言われれば、非常に迷ってしまうかなと。迷いますね、そこは。そうなんです。なので、はい、まあ、同じタイミングで出して、同じぐらいに選考の結果が分かるようにしていただくといいかなと。はい、なるほど。そこら辺の調整は、岩井さんの方でしていただける、はい、あ、もうさせていただいてますね。まあ、もちろん、求職者が、どこの事務所を受けようとしているかって把握されてると思うんで、はい、で、その人が、まあ、できる限り、まあ、迷わないで済むように、はい、そうですね。まあ、面接の日程を同じにしたりとか、もしていただけると、ね、はいはい。そうですね。あとは、まあ、同席する理由の一つなんですけれども、はい、例えば、3つ受けて3つ内定もらった場合、迷うと思うんですよね。はい。はい、逆に岩井さんどう思いましたって聞かれることも結構多くてです。はい。はい。まあ、その時に同じ情報を共有しておきたいというのもありまして、はい、同席もしていますね。あ、なるほど。まあ、もちろん、紹介されている事務所なんで、問題がない事務所ばっかりだと思うんですけど、その求職者の人と合いそうかどうかとか、そうですね。いうことですかね。はい。まあ、どの事務所が優れてるとかじゃなくて、その求職者と、この先生は合いそうだけど、はい、いや、実は合わなそうだよって人もいるかもしれないんで。そうですね。はい。そういうところを、アドバイスされるって。そうですね。ね、まあもちろん最終的に決めるのはご本人だと思うんですけど、はい、まあ求職者の人は、その事務所の先生と初めて会うわけですね。はい、そうですね。まあ普通は一回しか会わずに決めないといけないんで、はい。で、岩井さんはもちろん何回もお会いになってるんで。はい、そうですね。時にはお酒を飲みながら、いろんな、嫌なようないろんな話も伺ったりはしてます、ね。あ、その事務所の所長さんと飲みに行ったりとかもするんですか？あ、そうですね。そこで、まあその人となりとかも把握してるんで、はい。あ、こういうタイプの人が合いそうだとか、ね、なんかあと趣味が同じだとか、はい、そうですね。あと体育会系だからお互い合いそうだとか、いうのもいろいろあったりとか。はい、そうですね。あと、まあ先生のまあご家族。はい。ほな、奥様のこととか、あそこまで。あと、お子様のこととか。はい。はい、あと、まあ悩みとかですね。はい。はい。でもやはり真面目な方が多いですね、司法書士の業界は。あ、そうなんです。真面目な先生が多くて、結局仕事の話、はい、あと自分の思いを語って終わると。あ、そうですよね。はい、飲み会で半分ぐらい陶器の話したりしますもんね。そうですね。普通の人は聞いてて何も面白くないと思うんですけど。本当に。業界の人だけが盛り上がる話で。はい、そうですね。はい。あそこの陶器所でこの間こうだったよとか。はい。はい、事務所の前であったよねとか、登記書であったよねとか、そんな話しますもんね。そうですね。なので、そういった形で結構事務所の所長さんともコミュニケーションを取られてるってことなんですか？はい、そうです。まあ、ありがたいことにそういう取らせていただくケースが、機会が非常に増えましたね。はい、私が就職した事務所も、確かその前に岩井さんがお会いしたことがある先生だったからご紹介していただいたってことですね。はい、そうですね。一度ご訪問してお話を伺ってました。はい。で、そこでたまたま、一人採用したいってことだったんで、はい、で、そこで紹介していただいたって形ですね。そうですね。
就職したら、まあもちろんその後は基本的にそこで働くだけなんですけど、確かその後も、どうですかとかお電話いただきましたよね。そうですね。就職した後も、その就職した方のサポートとかもされるんですか？あ、そうですね。やっぱりちょっとこう不安を抱えていらっしゃるような方だったら、はい、まあその後どうかなというところですとか、あとは逆に、まあちょっとした悩みをお電話いただく機会も多いし、はい、その時にもお話を聞いて、はい、まあ解決できるのであれば解決しますし、場合によってはちょっとこう、所長さん交えて今お話しした方がいいかなと。はい。いう時にはサポート入らせていただくこともあります。あ、そうすると、ちょっと、例えば最初の思ってたのと違うんで、はい。そこを伝えたいけど、まあ、もちろん雇われてる側だと言いにくいんで、はい。ちょっと岩井さん代わりに伝えてくれませんかとかと、3人でお話しませんかとかいう話になったりも。はい、まあ少ないんですけど、稀にそういったことありますね。ああ。でも大体ちょっとしたボタンの掛け違いだったりするんですよね。条件違ったとかじゃなくて、はい。ちょっと認識が違ったと。そうですね。はい。はい。で、ちょっと話せば解決することが多いってことですか？そうですね。うん、まあ、ちょっと言われていたことがなかなかこう忙しくてできないと。あ、じゃあ事務所側がこういうことやってもらおうと思ってます。はい、だったら、ちょっと入ってみたら、最初はすぐそれできなかったとか。そうですね。はい。で、思ってた仕事と最初担当が違ったけど、はい、まあそれは、まあ今こういう時期だからってことで、はい。数ヶ月後からやってもらおうと思ってますよとか、はい、そういう話ですか？そうですね。そこはまあそういうのも出てきたら不安に思いますよね。そうですね。はい。じゃあそういった何か疑問が出てきたら、全然エージェントの方に相談していただいて、電話していただいて。むしろもうぜひいただきたいなと思ってますね。で、そういった形で確か私利用させていただいたときは、求職者の方は特に費用かからないんですよね。そうですね。はい。それは今でも変わらず。変わらずですね。一人いくらって形で紹介料って形で払われるわけですよね。そうですね。まあ企業におけるですね、まあ人事部、はい、ですね。まあ、なかなか人事部がない事務所さんが多いので、はい、そこのまあ代行しているようなイメージかなと。あ、なるほど。じゃあ人事を外注しているのがエージェント会社っていう形 ね、まあ、ですね。ちょっと偉そうな言い方にはなっちゃうんですけど。はい。はい。なので、まあ、そういったとこを使った方が自分に合いそうだなと思ったら使っていただくんですね。そうですね。あと、まあ、事務所様もですね、ご利用いただくことで、まあ、新たな発見だったり、気づきだったりですとか、我々が発する何気ない一言が、はい、あ、なるほど。そういうふうな考え方もあるのかと。はい。言っていただくこともあります。司法試験例えば合格した人が、はい、事務所を探す手段として、はい、まあ最初に挙げた、エージェントを使うという方法と、はい、あとは、まあ予備校の合同説明会とか、はい、あとは、まあ事務所に直接応募するとか、はい、あとは今あるんですかね、司法書士会に履歴書を備えるとか、はい、それ少なくなってますかね。そうですね、だいぶ少なくなりましたね。昔は、これ就職したいって人が、はい、司法書士会に自分の履歴書を備え置いて、はい、それを見た事務所からオファーが来るって制度があったんですけど、今だいぶ少なくなっちゃった。そうですね。はい。じゃあそれはあまり考えないで。じゃあそうすると、今申し上げたものぐらいですかね、はい、就職の手段って。そうですね。あと昔はハローワークというのもありましたけれども、うん、まあだいぶ出さなくなってきたのかなと。あ、ハローワークに求人出す事務所が減ってきたってことですね。そうですね。まあ司法書士の方がハローワークはあんまりこう今、ご相談に行ったり見たりしないのかなと。あ、そうなんですね。やっぱり先ほどの、まあ、ものぐらい、はい、3つぐらいでってことですよね。はい、と、それ、どれを選ぼうかなと思った時に、まあ、私は特に、まあ、迷いなくエージェント選んだんですけど、はい、まあ、どれが向いてるとかありますかね。そうですね。まあ、自分のことが、まあ、今後どうしていきたいかという自己分析も含めて、あとは、まあ、書類添削ですとか、はい、面接対策ですとか、まあ、そういった総合的なところでちょっと相談乗りたいという方はですね、エージェントにご相談いただくことで、いろいろ見えてくるものがあるかなと。はい。はい。思うので、まあそういう方は特におすすめですかね。もう逆に明確にこういうことがやりたいと、はい、決まってらっしゃる方は、まあ自己応募でも構わないかなとは思いますけれども、はい、ただ、やはり事務所さんの情報を知っているというのは我々の方がどうしても情報量としてあるので、はい、そういった方もぜひご相談いただきたいかなと。はい。じゃあ基本的な基準としては、もう、自分のことが固まってたらもう直接応募でもいいですけど、はい、ちょっとまだ迷ってるとか、はい、あと、司法事務所のことよくわかんないんで、情報を知りたいとかだったら、はい、まあ、エージェント会社使う方が、そうですね。まあ、いろんな情報も入ってくるし、いろいろ指導もしてもらえるし、はい、そうですね。そういった形で、もし、まあ、ご興味ある方は、概要欄にですね、登録フォームがありますので、でこちら登録していただくと、岩井さんが直接ご対応していただくと、はい。そうですね。はい。はい、もし興味ある方は、ぜひご登録いただければと思います。はい。ではですね、今回も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。